ルノーコレオス、ルノーサムスン QM6QM6 は、韓国の自動車メーカー、ルノーサムスン自動車が生産、販売する、クロスオーバー SUV ー。2016年4月、北京モーターショー2016にて、親会社のルノーが新型、コレオスを発表。同年5月に、翌6月から開催する、富山モーターショー2016に、コレオスのルノーサムスン版を、 QM6 の名で発表することがアナウンスされ、6月2日のプレスデーで初披露。事実上、QM5 の後継車種となる。QM6 の名はあくまで韓国市場のみで使われ、それ以外の市場では2代目、ルノーコレオスの名で販売される。また、ベース車両である SM6 並びに、ルノータリスマンは、ブランドやシムケチに応じて生産拠点が異なるが、 QM6 は、これを押すとともに、すべて不残向上性となり、世界80カ国以上に輸出される計画である。開発は、ルノー・サムスン主導のもと、ベースとなった T32 型エクストレール同様、CMF-CD を核とした、日産自動車の主要メカニズムを活かしてルノーと、共同にて行われた。 エクステリア及びインテリアデザインについても、ルノーのアジア地域におけるハブ的役割を持つ、軽軌道の器教研究所が中心となって進められた。ルノーのデザイン部である、ローレンス・バンデン、アッカーの提唱する近年のデザインアイコン、サイクル・オブ・ライフに則っ,ったデザインを採用するとともに、最新のデザインアイコンである、L 字型の LED を左右ヘッドライト下に配置している。 駆動方式は全輪駆動のほか、日産が開発したオールモード 4X4I と呼ばれる4輪駆動システムを用意する。エンジンはルノー製 2.0LMQR もしくは日産製 2.0LM5R を用意し、いずれに文字やトコ製エクストロニック CVT を組み合わせる。ABS や両席エアバッグのほか、EVES、 走行中の前方との距離を知らせる DW、車線のふらつきを抑制する LDW、LD BSW、パークアシスト、アダプティブクルーズコントロール、運転席前に設置されるヘッドアップディスプレイなどといった安全装備も積極的に投入される一方で、大型ガラスサンルーフや S リンク対応8.7インチディスプレイ、 リモコンキーを所持したままゲート下に足をかざすだけでゲートを開くことが可能なマジックゲートを備えた。コレオスにはシムケチにより3列シート仕様も用意されるが QM6 は2列シート仕様のみである。2021年4月現在ループは全グレード免税仕様設定。社名の QM6 とは追求を意味するクエストドライブを意味する モートリングのそれぞれの頭文字、6は中型車と純大型車の中間を狙ったセグメントであることを意味する。ありがとうございます。